YouTube をご覧の皆様、宇賀宮ブラ YouTuber の金目秀人です。今日の動画ではもうあさってセリなんで牛を洗っていきたいと思います。まず洗うのに必要なものがこのバケツとこちら洗剤とそしてブラシ、こちらステンレスでギザギザになってるんで汚れがよく落ちるやつですね。そして、服はこちらモンベルのつなぎを着ています。こちら防水加工なんで、牛を洗う時だけ着てます。はい、佐藤赤ちゃん洗う前はこんな感じです。結構汚れがついておりますね。背中はついてないんですけども、やっぱり足とか尻尾とか結構ついてますね。それでは洗っていきたいと思います。
綺麗に取れましたね。カリカリについてた糞が全て取れた状態になってます。はい、尻尾も裏側もやりました。綺麗ですね。それではこれから水をかけながらブラッシングしていきます。綺麗になったんじゃないでしょうか。ツヤツヤに黒く光ってますね。綺麗な毛並みです。美しい里赤ちゃん。はい、こんなもんでいいんじゃないでしょうか。頑張りました、佐藤赤ちゃん。
はい、奄美牛と書いたかっこいい表も付き、これで完成でございます。セリ頑張れよ。はい、皆様いかがだったでしょうか。こんな風にね、セリ前になると牛をきれいにきれいに洗って、そしてセリ市場にきれいな牛がいっぱい集まってるのを見ると圧巻でございます。皆様もぜひね、今このご時世なんで競り市場に一般の方が入るのは難しいかもしれないんですけども、もし競りを見る機会があれば行ってみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。